アドリアーナ・ルクブルールはフランチェスコ・チレアの作曲した全4幕のオペラである。18世紀前半にパリで活躍した実在の女優アドリエンヌ・ルクブルールの生涯を描いた。この作品は1902年にミラノで初演され大成功を収めた。今日でも新イタリア学派オペラの佳作の一つとしてチレアのオペラ作品中最も頻繁に上演される作品となっている。 1899年2月、学府出版社尊蔵尼社の移植により作曲が開始された。当時尊蔵尼社は、マスカーニ、レオンカバドなどの新進オペラ作曲家を多数用し、ライバルであるリコルギ社を激しく追い上げていた。初演劇場とされたミラノリリコ劇場にしても、尊蔵尼社が所有、運営し、自社契約作曲家の新作を上演する一種のショーケースであった。 作曲者、フランチェスコ・チレアがどうしてこの題材を選んだのか、確実なことは不明だが、このゴロスクリーブとル・グーベによる劇曲のイタリア語版が、大女優、エレオ・ノー・ラデュゼの主演により好評を博していたことから、新作とは言ってもある程度の成功の裏付けのある、安全作を取ったのではないかと考えられる。なお、 同義曲を原作としたオペラは、チレアの着手以前も少なくとも3曲あったことが知られているが、いずれも成功作とは言えなかった。1902年11月6日の初演では、アンジェリカ・パンドルフィーに、エンリコ・カルーソ、ジュゼッペ・デルーカと好歌手を揃えた。特にカルーソは、チレアの前作、アルルの女でも初演に参加しており、 チレア及びカルーソの評価が定まったという意味でも、チレアとは、神話性の高いテノールと考えられていたようだ。これもまた、尊蔵女社の取った安全策の一つだろう。初演は、新イタリア学派の作品中でも最も高貴な、戦慄にあふれていると評されるなど、大絶賛を持って迎えられた。翌年には、リスボン、バルセロナ、メキシコシティ、など、1904年には、 ロンドンコベントガーデン歌劇場などでの再演がなされた。日本での初演は、イタリア歌劇団第8回公演の一環として、1976年9月20日より NHK ホールで行われた。アドリアーナ役には、モンセーラートカバリエ、マウリツヨー役は、ホセカレーラス、V4 ヨンコーヒー役に、フィオレンザコスソット、ミショネ役には、 アッティーリオ・ドラーチと後輩役を揃えた公演で演奏はジャン・フランコ・マジー・ニシキの NHK 交響楽団であった。主役のカバリエが休病のため幕の途中から大役が立った夜があったものの成長を見せたカレーラス、力強い声のこっそっと渋い演技が光ったドラーチのいずれもが高い評価を受けた。全4幕時と場所1730年3月 パリ公演直前の舞台袖。今晩の演目は、コルネーユのバジャゼ。一座の二大女優、アドリアーナとデュークロが共演するとあって、期待と興奮が高まっている。舞台監督のミショネは俳優たちに、衣装や小道具のあれこれのことを言いつけられ、一座のパトロン、ブイヨン公爵の相手もしなければならず大忙しである。アドリアーナも登場。彼女は、楽屋の喧騒をよそに、 セリフの練習に余念がない。その演技の素晴らしさに思わず一同が賞賛の声を上げると、アドリアーナは、謙遜して、自分は芸術の神に仕える醜い僕です、という。芝居が始まり、楽屋には出番を待つアドリアーナとミショネだけが残される。かねてからアドリアーナに思いを寄せるミショネは、おじが死んで遺産が入った。一中の女性に求婚しようと思うんだがと、 おずおず不器用に自分の思いを伝えようとするが、恋人のマウリツィオが楽屋を訪ねてくるのを、ウキウキと待っているアドリアーナは、それがミショネのプロポーズであることにすら気がつかない。マウリツィオが登場。ミショネは、この殺走とした若い士官と置いた自分では、勝負にならないと潔く諦め、席を外す。二人きりになり、マウリツィオは、情熱的にアドリアーナを称賛。 今晩の舞台終了後に共に一夜を過ごそうと約束する。アドリアーナは彼にスミレの小さなブーケを渡す。出番が近づいたのでマウリツヨは客席に彼女は舞台裏へと去る。ミショネが戻ってくる。アドリアーナの塔や一番の見せ場であるモノローグが始まる。幕の隙間から覗くミショネはアドリアーナの演技に感動し称賛し客席に見える。 厳しい主観への複雑な気持ちを吐露する。V4 校は愛人デュークロが誰かに手紙を書いていると聞いて嫉妬、その手紙を入手する。それはマウリツェオ宛てで今晩11時、セーヌ川の邸宅でとあった。その邸宅自体、公爵がデュークロに与えたものだった。公爵は手紙の封を戻し、マウリツェオの元に届けさせ、その上で二人の密会を邪魔してやろうと。 同時刻にその邸宅でパーティーを開くことを計画する。リュクロの手紙を受け取ったマウリツィオが楽屋に戻ってくる。彼はフランス王室との秘密交渉のため王室とつながりのあるヴイヨン皇妃にかねてより面会を求めていた。デュクロは公妃との仲介役の労を取っており、手紙は今晩11時マウリツィオが公妃に面会できるという意味だった。マウリツィオは アドリアーナに今晩は会えなくなった胸伝言を託して去る。舞台が終わり、伝言を受け取ったアドリアーナは、がっかりしている。V4 公爵は、一座の全員で、デュクロを驚かせ、お給を据えてやろうと考え、アドリアーナ・マゲオもパーティーに招待する。マウリツヨは、政治問題の過交渉のためにコーヒーに、面会したいだけだが、コーヒーの方はこの機会に若い彼を恋人としたいと、考え、 デュクロ邸で待っている。マウリツヨ登場。嫉妬深いコーヒーは、早速彼の胸ポケットに刺したブーケを見つけ、仕方なく彼は、これは貴女への贈り物と差し出す。コーヒーはマウリツヨが自分と関係を持てば、政治交渉が進む胸を暗示するが、彼はその誘いには乗らない。そこへ、密会しているのは、デュクロとマウリツヨだと信じて疑わない。公爵一行が登場。 コーヒーは危うく小部屋に隠れ、マウリツヨだけが仕方なく、人々に調子を合わせる。公爵との会話を聞いたアドリアーナはマウリツヨが単なる主観ではなく、白爵その人であることを悟り驚くが、彼女も彼とデュークロとの関係を疑う。マウリツヨはそれを否定するが、アドリアーナに小部屋に隠れているキプジンは、私の公務にとって大事な人。どうか、隙を見て、 彼女を逃がしてほしい。ただし君も彼女の顔を見てはいけないと依頼する。アドリアーナは彼の言葉を信じ、人々が食堂に向かった隙に部屋の明かりを消して小部屋の女性を連れ出す。暗闇の中で二人の会話がなされ、お互いに蘇生を知らぬまま恋がたき同士であることを直感する。怒ったアドリアーナは、皇妃の正体を暴こうとするが、皇妃は定外に逃走する。 その際落としたコーヒーの腕輪は、ミショネが拾い上げ、アドリアーナに手渡す。数日後、ブイ v ン公爵邸では、夜会が開かれようとしている。アドリアーナも招かれている。彼女の声を聞いて、恋がたきは、アドリアーナではなかったかと疑いを持ったコーヒーは、マウリツヨは決闘で重傷を負ったと嘘を言い、アドリアーナが気絶しそうになるのでその確信はいよいよ、強まる。そこへ、 マウリツェオが現れアドリアーナは一安心する。恋がたき二人の鞘当ては続く。コーヒーはスミレのブーケのことを話題に出し、アドリアーナは拾った腕輪を見せびらかす。宴席の余興として、アドリアーナが芝居の名台詞を漏えいすることになる。コーヒーはアリアドネの台詞を所紋するが、アドリアーナはラシーヌ、フェードルの一節を見事に演じる。一同は喝采するが、 それを自らに対する侮辱と知った皇ヒは一人、復讐を誓う。皇爵帝の一件以来アドレアーナは自宅で静養していた。今日は彼女の誕生日。一座の仲間の俳優たちが祝いにやってきて、贈り物や楽屋のゴシップで彼女の心を和ませる。彼女はこれらの温かい思いやりに感激して舞台復帰を約束する。そこへマウリツェオよりと書いた小箱が届けられる。 アドリアーナが箱を開けると、かつて彼に渡した、あのスミレイのブーケ。すっかりしおれたその花を見て、彼女は彼を失ったと、絶望、悲しい花よと歌いかけ、スミレに接吻した後暖炉にくべる。しかし、そこへ、マウリツェオがミッションへの求めに応じて訪問してくる。彼はこれまでの不義理を浴び、心はいつまでもアドリアーナにあることを誓い求婚する。 当初、イブカシゲに応対していたアドリアーナも、彼の真心に打たれ、結婚を承諾する。ところが彼女は、顔面蒼白である。マウリツェオとミショネは、スミレのブーケは、ブインコーヒーが送ったもので、そこには、毒が仕込まれていたことを悟る。アドリアーナの意識は混濁し始め、 かつての栄光の舞台のセリフをごき鋭く叫んだかと思うと、次の瞬間には、清らかな旋律に情感を込めて愛を歌う。マウリツィオの腕の中で苦しみつつアドリアーナは息を引き取り、一同が呆然とする中で静かに幕となる。このオペラは、大筋でスクリーブとルグーベイの原作に忠実にオペラ化されているが、上演時間の都合からか作曲者ツレアが、 以下の箇所でストーリーを省略しており、若干話のつながりが悪くなっている感がある。アドリアーナ役は、オペラほぼ全曲にわたって登場しなければならないが、音域が低く歌唱的にはそれほど歌いがたい役ではない一方で、第一、三四幕のそれぞれで、歌ではなくセリフでドラマティックに語らなければならない、聞かせ場があるという特殊な役柄である。実際、 これらセリフ部分でのイタリア語セリフ回しが不明瞭だった場合、その講演は失敗とされる。このため、イタリアではこの役は、好意的に言えば、歌唱だけでなく、演技に自信のあるカリスマを持った、プリマドンナの役。皮肉っぽく言えば、かつて有名だったが、声量、性質的に森を過ぎたソプラノの役とされている。珍しく若いうちから、 アドリアーナ役を得意としたソプラノとしては、マグダ・オリベロの名が挙げられる。彼女は1939年からアドリアーナを歌い始め、70歳を過ぎるまでこの役を演じて好評だった。作曲者チレア自身もオリベロを理想のアドリアーナと評している。1959年のナポリサンカルロ劇場でのマリオロッシ式のライブ録音は今日でも決定版との声もある。 ありがとうございます。